はい、おはようございます。今日はですね、まだね、ZV-E10 で手ブレ補正の試し撮りをしています。で、今日はね、こちらタムロンの 11-20mmF2.8 をつけて、今日もね、手ブレ補正のテストをしています。で、手ブレ補正はね、アクティブ補正です。で、シャッタースピードをね、今日は250分の1にしています。というのはね、ちょっといろいろとテスト撮影した結果、なんかね、アクティブモードで使うときはなんかね、60分の1じゃ結構ね、被写体ブレして余計ね、ブレが発生しますので、ちょっとね、シャッタースピードを上げ気味の方がいいです。125分の1でもいいんですけど、まあ安全のためにね、250分の1に今はしています。どうでしょうかね、今アクティブでタムロンの11ミリ付近で撮っています。まあいい感じじゃないですかね。まあ昼間なのでこのタムロンのレンズでもいいですし、もう一個ね、持っているソニーの超広角レンズの SEL10-18 でもいいと思います。ちょっとね、実はこれタムロンさんに無理言ってね、貸していただきました。いや、本当にありがとうございます。どうしてもね、ちょっと使いたかったので ZV-10 で、まあ、タムロンさんに言って貸していただきました。まあ自撮りするにもね、結構いい感じじゃないんですかね。まあ腕はそこそこ伸ばしてる感じですね。で、アクティブ補正使っていますので、じゃあ次はね、手ブレ補正なしでカタリストの補正をかける前提で、まあ、撮っていこうかなと思います。はい、そうしたらね、手ブレ補正なしにする前にちょっとね、アクティブ補正でもう少し歩いてみたいと思います。その後に手ブレ補正なし使ってみようかなと思います。宿川なんですけどね、久しぶりですね。いつ以来ですかね。はい、アクティブ手ブレ補正でこんな感じですね。タムロンの 11-20mm、 広角側の 11mm で撮っています。シャッタースピードは250分の1ですね。こうやってね、立ち止まって撮るのにはね、全然アクティブ補正使えますね。めちゃくちゃ効いてますね。今ちょっと振ってるんですけども、もう一回ね、カメラ振ってみます。こんな感じです。はい、それではね、手ブレ補正を切って、これね、アクティブじゃなくて、ごめんなさい、手ブレ補正切って 11mm の方で撮っています。で、シャッタースピードはね、変わらず250分の1ですね。で、これはね、ソニーの専用ソフトのカタリストブラウズを使って、まあ、手ブレ補正かける前提で撮っています。で、ね、カタリストを使う、補正を使うことを前提にすると、シャッタースピードね、上げた方がいいです。まあ、これもね、先ほどのアクティブと同じように、通常はね、フレームレートの2倍にシャッタースピードをするんですけどね、分母を。
フェードのやっぱり60分の1にしてしまうとシャッタースピード遅くて、まあ、ブラス効果があるんですけども、結構そうすると全体的にね変な被写体ブレを起こしてしまいます。なのでねシャッタースピードを上げています。で250分の1ぐらいにしていますね。だいたいね250分の1は欲しいところですね。まあ、それ以上でも全然いいんですけどね。はい、ということでこれ手ブレ補正なしで撮っています。はい、次はね正面向きたいと思います。はい、それではねタムロンのレンズ1120で手ブレ補正なし、シャッタースピードは250分の1で撮っています。 ND フィーダーとかねもちろんつけてないですね。まあ、このカメラね実際にこういった感じでラフに撮るときってね ND フィルターはもういらないですね。感覚的にはで撮影モードはシャッタースピード優先でシャッタースピードを250分の1にも固定しています。プログラムモードとかねそういったモードで撮るとシャッタースピードね結構落としてくるので勝手にカメラ側が、なので250分の1にしています。こういったね階段とか通ってみますね。まあ、実際に Vlog とか撮ることを想定してちょっといろんな道通ってファタリストで補正かけてみます。まあ、途中こういった感じで止まったりして反対側もいるんでしょうか。まあ、タムロンのレンズね結構というかかなりいいですね。まあ、こういったね日陰とか太陽光があるときなんかでもね F2.8 までシャッタースピード落ちてくれます。シャッタースピードじゃなくて絞り落とせますので基礎感度をね上げなくていい感じですね。はい、今ねシャッタースピード250分の1なんですけども、この水の流れどうでしょうかね。まあ実際は今ね60分の1に書いたんですけども、まあこんな感じですね。60分の1、水の中で分かりますかね、滑らかになったのが。250分の1だと、まあ、こんな感じ、ちょっとねパラパラしてますね。なんかこれが、まあ、60分の1ですね。はい、また250分の1に変えます。はい、この辺の動きとかもね、カタリストでどう補正されるか、ちょっと楽しみですね。で、昨日もね、これテスト撮影してたんですけども、フル HD でもね、その時はやってたんですけども、結構ねフル HD にするとカタリストで編集すると画質が劣化しますね。でも極力ね PC とかに余裕がある人は 4K で撮っておいた方がいいと思いますね。
こんな感じです。ちょっとズームしてみます。これでズームしたらどうなんでしょうね。今 ND フィルター8をつけています。手ブレ補正オフです。手ブレ補正をアクティブにしています。開放 F2.8 ですね。はい、それではね、またスタンダードに戻して撮っていきます。まあ、実際ね、このミラーレス ZV-10 で長時間ね歩きながら撮影するっていうのはね、かなり腕とかも疲れてきますので、まあ、現実で考えたらちょっとあれなんですけども、まあ、実際はね GoPro とか、まあ、DJI ポケット2とか、まあ、そういった小型カメラで、まあ、こういった歩きながらの動画を撮るのがね本当は一番いいのかなと思います。まあ、でもこれちょっと書いて結果見て、まあよかったらカタリストかけて、まあ、使えるかもしれないですね。ではね、また手ブレ補正なしで歩いていきます。こういった階段とかね、どうやって補正されるか気になりますね。まあ、ZV-E10 購入してからね、今日で、まあ、1週間経ちますね。まあ、その間にいろいろ撮ってきましたけども、まあ、メインはね言ってもなんかこの手ブレ補正関係に悩まされてて、まあ、どうだろうと思ってたんですけども、まあ、なんとかねカタリストブラウズ使えばこのね、アクティブ補正のクロップ率も、まあ、解消されるのではないかなと思います。まあ、カタリストで、まあ、補正かけた方が、まあ、クロップ率は少なくなりますし、手ブレ補正もねアクティブよりか全然効きます。ということですね。まあ、夜の撮影もいろいろしてきましたけど、その辺もね結構撮影して分かったので、また今後ね動画でも上げようかなと思っています。でもやっぱり朝はいいですね。で最後ね、もう一回アクティブ補正で撮っていきます。それでちょっと休憩してから帰ろうかなと思います。シャッタースピードは250分の1のままです。でもこのタムロンのレンズね結構いいですね。まあ、借りてるんですけど欲しくなってきますねこのレンズ。まあ、でも昼間だったらねソニーの SEL10-18 でも全然いいと思います。
やっぱ夜撮るときにもね、F 値が F4 となるとね、結構厳しいので、まあ、F2.8 っていうのは結構強いですね。まあ、でも本当に言うとね、F2 以下のレンズの方がね、夜撮るときはいいです。まあ、夜撮るときもシャッタースピードはね、125分の1以上には、まあ、したいところですね。結構寄れますね、このレンズ。すごいですね。こんな感じなんですけども、これでアクティブしたらもっとクロップされるのでいいのかなと思います。ちょっとやってみます。はい、それでは引き続きアクティブ手ブレ補正で撮っています。さっきのね、アクティブ手ブレ補正で撮っていました。まあ、かなり寄れますね、アクティブ補正使えば。まあ、どうしようかなと思いますね、このレンズ。返却する頃には購入してるかもしれないですね。まあでもね、ちょっとね、今日カタリストの先日テストして、まあ、結果が良好だったので、まあ、良かったんですけどね。なんかあのソニーのね、カタリストのヘルプページ見てたら、純正以外、ソニーの純正以外のレンズではね、その動作の保証はありませんというふうに書いてたので、ヘブレ補正ね。なので今回もう一回ね、ちょっとテストをしているところです。これはね、今はねアクティブなんですけども、ではね、あの階段とかちょっとアクティブ補正の状態で歩いて行ってみます。先ほどはね、スタンダードじゃなくて、手ブレ補正なしで撮ってたので、アクティブ補正で、まあ、階段の補正とかチェックしてみたいと思います。はい、軸側ですね。では、手ブレ補正なしにしておきます。今日はね、あの話が ND フィルターの話なんですけども、今つけてない状態なんですね。シャッタースピードを上げているので、250分の1にしているので、でもしね、開放で撮りたかったら、もう僕はこれ今 H&Y のマグネティックフィルターを 67mm のやつ、もうこういった感じですぐにつけれるように、ちょっとねポケットに今入れています。こんな感じで、まあ、つけててもね、いいんですけどね、今。
外すとこんな感じですね。まあ、可変ルーフィルターでもね、全然いいと思います。ちょっと今日はもう試し撮りでフィルターなしで撮りたかったので、何もなしでこのマグネットフィルターですね、まあ、本当に必要だったらすぐにつけれると思って持ってきています。はい、アイスコーヒー買ってきました。はい、ちなみにね、これが iPhone 11 Pro とZV-E10 のアクティブ手ブレ補正の比較です。 iPhone 11 Pro は超広角使っています。結構ね、今ここデコボコの道通っています。今度はね、手ブレ補正オフにして歩いていきます。 iPhone との比較です。手ブレ補正をオフにしています。はい、また同じ道通っていきます。はい、iPhone との比較どうでしょうかね。iPhone ね、11 Pro の手ブレ補正ってかなり優秀なんですけども、入ってモニター見て、iPhone が優秀だったらまた iPhone でこうやって散歩動画を撮るのもいいかなと思います。iPhone ってね、このいつも撮影する画面上ではね、結構ブレブレなんですけども、まあ、再生プレビューするとかなりね補正が効いてますので、まあ、iPhone もねいつも優秀と僕は思っています。まあ、13、13も出ましたけどね、まあ、結構あれも強くなってるんですかね、手ブレ補正。まだ僕はこの11 Pro が使えるので、そのまま11 Pro で使っていきます。
以上ですね、テスト。はい、テーブル補正をオフにした状態でした。ではね、ちょっとアイスコーヒー買ってきたので飲もうと思います。今ね、これアクティブ補正で撮っています。こういった時はね、アクティブ補正使ってあげるとね、かなりテーブル補正効いてますのでいいのかなと思います。まあ、歩く時はテーブル補正なしでカタリストかけるみたいな感じで、まあ、使い分けるのがね、一番いいのかなと思います。はい、それでは本日の動画は以上になります。それでは。